皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは数字を味方につけようっていうお話をしたいと思います。私こちらの本出してまして、見ている方とかもちろん買ってくださった方とかも多くいらっしゃると思うんですけども、こちらにも書いてあるここですね、数字SNS、ウェブ SNS、数字を味方につけてっていうことで書いてあるんで、数字の話とか載ってきているんですね。で、ここに書いてあるのはもう本当に初心者向けなので、一番最初の一端のところなんですけれども、教室の先生って数字苦手な人多いですよね。はい、これを見てくださってる方もはいはい苦手ですっていう方多いと思うんですけれども、数字はですね、結構お客様の様子とか、そうですね、望むこととか、そういうものをやはり如実に表すものだったりするんですよ。それで例えば、そうですね、アクセス解析っていう言葉聞いたことあるでしょうか。ウェブサイトを持ってる方、例えばそれがアメブロでも、ホームページでも、何でもいいんですけれども、アクセス解析ソフトというかアプリケーションですね、それを入れて分析をすると自分の弱いところが見えてきて、打つべき対策の手が分かるという、そういうものなんですね。それで一番おすすめしているのが Google アナリティクスっていうものが無料で使うことができて、これがなかなか便利なんですよ。それで教室の先生レベルだと、そうですね、アナリティクス入れてる方、私の肌感覚だと 5% 以下くらいかな、結構少ない。入れてる人は入れてても数字が見れないっていう人は多いですよ。例えば業者さんが入れてくれたからなんかそこに置いてあるけれどもとかいうタイプの人とかも結構多かったりするんで、そもそも入れてない方は入れることをおすすめします。で、先日ですね、Google アナリティクスのその解析の画面を読み方講座っていうのを、そちらの方の専門家の先生をですねお呼びして開催したんですよ。で、私自身もですね、バン教師だった時も何度かアナリティクスのセミナーとかには出たことがあったんですけれども、難しいやっぱ画面を見ながらここの数字が何を意味するかっていうところまで噛み砕いて言ってもらわないとですね、その数字をこう興味を持って見ることができないのと、あと自分が教室運営でやるときにどこの場所の数字を見るべきかっていうのがやっぱり分かんなかったんで、何度かねトライしてたんですけどね、アナリティクス苦手な領域だったんですよ。で、先日私がお願いして、うちの生徒さん向けになるので、分からないっていうことをなくす、自分で実際に操作して動かしてやる実践セミナーをお願いしたいということでお願いをしまして、皆さんどこの数字を読むべきかっていうのが分かったので、すごく無料のソフトの割にはいろんなところを見ることができて本当に親切なものなんですけど、読み方が分からないと解析ができないっていうことで、第一歩としてそれを解析するっていうことができるようになったのは良かったなって思っている。これは余談の話です。で、本題なんですけれども、数字が見えると何が分かるかっていうのは本当にいろんなことが分かって、私右脳も左脳も両方使うんですけれども、ビジネスをやるときにはですね、右脳の領域はデザインの領域です。インテリアコーディネーターとかカラーとかその領域とかは右脳の領域になるんですけど、左脳を使ってるのはやっぱりビジネス構築ですね、モデルを作るとか、あとは集客もそうだし制約もそうだし、マネタイズ、お金を収益化するポイントをどこにするか、キャッシュポイントっていうんですけど、その構築をして動くタイプなんですよ。非常識とか言ってるからそんな風に見えないかもしれませんけど、案外地味に緻密にやってたりとかしているんです。で、できれば1個動いたら3個ぐらい成果が出せないかなと思っていつも1個の行動を起こすので、これをレバレッジと言って、テコの原理と言って、1個で何か他に影響を及ぼせないかっていう一番最適の1個を採択するタイプなんですね。なので、アナリティクスとかで見えることっていうのが、例
例えば教室集客の部分において言うと、まあ、どこのエリアから来ているのかとか、どの人たちがよくうちの教室に来てくれてるのかとか、どういう記事が読まれるのかとか、何時ぐらいによくそのページに人は訪れてるんだろうかとか、新規は何パーセントで、既存は何パーセントで、おおよその年代はこれぐらいの人たちが見ているらしいとか、そんなことが分かったりします。そうすると実はアクセスと言われる見に来てる人がものすごく多いのに全然決まっていないとすると、その制約のページと言われるホームページだったとした場合には、その作りが悪い場合があります。その作りとかページが、でそもそもアクセスが少ない場合、一桁とかね、それだととにかく見てもらう頻度を増やさなくてはいけないので、そうすると集客っていうことで、じゃあ SNS 使ってみましょうかとかね、 SNS もどの SNS が得意か全部数字で出てきます。 Facebook から来るのが得意とかね、あのブログから来てますよとかっていう、そういうのも計測することができるので、自分が打っている集客の方向性と見られてる方向性が合ってるか合致してるかっていうチェックには非常にいいソフトなんです。だからあの確かに面倒だし数字を見るのは大変なんですけれども、ここが解析できるようになると改善点とかがすごくよく見えるようになるんですね。で教室の先生はパソコンとかネットが苦手な人が多いです。だからこそやってほしいんですよ。あのそこをきちんと見てやると、それだけで 対策と状況が見えるから、単に人来ないよね人来ないよねって言ってる場合じゃないことが自分で手を打つことができるんです。あの私はそれがあのできていたので、教室っていう領域においては施策が打ちやすいタイプでした。データを持ってましたのでね。だからデータを味方につけると、今動くべきことやるべきこと、だから本当にブログをたくさん書くのが正しいのかという場合だってあったりします。あのやんないよりはやった方がいいんですけど、効果的な人気がある記事を書いた方がいいという話をしています。なのであのちょっとね難しい話かもしれないんですけれども、数字を味方につけるっていう意味では、お客様の動向を知るアナリティクス解析ですね、 Google アナリティクスなども入れてみて、あのやっていただくのがいいかなと思いまして、今日はそんなお話をしてみました。それでは。